熊本のりみちは、日本の元裁判官、元弁護士。2007年、合議の秘密を破り、袴田事件の支援者に当てて、事件は無罪であるとの確証を得ていたが、裁判長の反対で、死刑判決を書か,かざるを得なかったという内容の手紙を書き、その後改めて記者会見を開き同様の趣旨の発言をした。状請求や交流請求のが多い裁判官として、 知られていた。1968年、袴田事件の一審の合議では三人の裁判官の中で唯一無罪を主張するものの、裁判長を含む他の二人の裁判官の反対により、被告人に死刑判決を宣告する。この判決を悔やんで、半年後に弁護士へ転身し、東京の法律事務所のパートナーとなったが、俺は無実の人を殺した。逮捕しろと夜中に、 警察で暴れるなど酒の上でのトラブルが絶えず、大学で刑事訴訟法の非常勤講師などを務めながら、暮らすこととなる。大酒が原因で体を壊して離婚し、1991年に九州へ移住。観光編で入院したが、病室でも酒を飲んでいる有様だった。1996年に弁護士登録を抹消。この頃の生活については、自ら、 弁護士らの知人から借金して食いつないでいた。ホームレスのようなものと語っている。2008年には前立腺癌と診断され、2010年には福岡市で生活保護を受けながら細々と暮らしていることが報じられた。2020年11月11日、福岡市の病院で死去。判決後により、抜粋被告人が自白するまでの取り調べは、 外部と遮断された密室での取り調べ自体の持つ雰囲気の特殊性をも合わせて考慮すると被告人の自由な意思決定に対して強制的、威圧的な影響を与える性質のものであると言わざるを得ない。すでに述べたように本件の捜査にあたって捜査官は被告人を逮捕して以来もっぱら被告人から自白を得ようと極めて長時間にわたり被告人を取り調べ 自白の獲得に救急として物的証拠に関する捜査を怠ったため、結局は犯行時着用していた衣類という犯罪に関する重要な部分について被告人から虚偽の自白を得、これを元にした控訴の提起がなされ、その後、後半の途中、犯罪後1年余りも経て犯行時着用していた衣類が捜査当時発布されていた、捜査クレー状に記載されていた、 捜索場所から、しかも、捜査官の捜査活動とは、全く無関係に発見されるという事態を、将来したのであった。このような本件捜査のあり方は、実体真実の発見という見地からは無論、適正手続きの保障という見地からも、厳しく批判され、反省されなければならない。本件のごとき事態が二度と繰り返されないことを、記念するあまりあえてここに復元する。 判決文、袴田ネット、袴田事件より、ありがとうございます。